時は、ペリカン目時かトキ族に分類される鳥類。本種のみで、時族を構成する。かつては、世界でわずか数羽になるまで減少し、絶滅の危機に瀕しており、日本では、環境省レッドリストで、野生絶滅の状態にあった。しかし、日中両国の保護、人口繁殖の甲斐あって、2000年代以降は、個体数が回復していった。 2019年時点の個体数は、中国が2600羽、日本が600羽、韓国が363羽。学名は、日本や日本で、日本の国鳥はキジであるが、しばしば、日本を象徴する鳥などと呼ばれることもある。新潟県の県の鳥、同県佐渡市と石川県輪島市の市の鳥である。最後の日本産時、金の白星現在、中国。 日本、韓国の3カ国で飼育されているほか、3カ国とも包丁された野生個体がいる。日本1735年頃に発行された諸国産物庁によれば、北海道南部、東北、北陸、中国地方に分布していた。明治以降、20世紀初頭までに種子体群が壊滅し、 1920から30年代以降は、急速に希少化した。このような状況にあっても、1922年の日本鳥類目録では、北海道、本州、伊豆七島、四国、九州、沖縄、台湾、朝鮮に分布されると記述されている。20年後の1942年間行の日本鳥類目録第3版では、 初版での分布地に加え、佐渡島、沖島に生息するとされた。江戸時代の文献との際を呼び、日本においては流暢だったが、ユーラシア大陸東部では、広域の渡りが行われていたことから、太平洋沿岸、九州、沖縄地方へは、渡り鳥として飛来していた可能性がある。人口繁殖による、種の再導入以前における、 本州最後の生息地は石川県の都半島であり、日本最後の生息地は新潟県の佐渡島であった。2003年に最後の日本産時、金が死亡したことにより、現在繁殖しているのは中国産の子孫である。ユーラシア大陸東部日本国外では極東ロシア、朝鮮半島、中華人民共和国と、 東アジアの広い範囲にわたって生息しており、18世紀から19世紀前半までは、ごくありふれた鳥であった。しかし、いずれの国でも、乱獲や開発によって19世紀から20世紀にかけて激減し、朝鮮半島では1978年の半門天ロシアでは1981年のウスリ利川を、最後に観察されていない。 野生では中華人民共和国に997羽が生息している。日本の佐渡ヶ島においても2008年以降人工繁殖の時が包丁されており累計300羽を超えている。野生下でも繁殖が確認され2020年9月24日時点で推定458羽が生息している。飼育下では中国に620羽。 韓国に13羽がいる。日本では、2021年2月15日現在、175羽が、おり、佐渡市の佐渡時保護センターを、主に、分散飼育されている。先生小西安、ZH、生体区にて全長70から80センチメートル。翼会長は、約130センチメートル。顔は、赤い皮膚が露出する。口ばしは黒く。 先端は赤い。後頭には、棒状に羽毛が伸長する。全身は、白っぽいが、春から夏にかけての翼の仮面は朱色がかった濃い、ピンク色をしており、日本ではこれを、時色という。足も、頭と同様に朱色で、光彩は大色。幼鳥は、全身灰色で、頭部が黄色である。繁殖期は、頸部の皮膚が内分泌により黒くなり、 ここから剥がれ落ちた皮膚を上半身に塗りつけるため、黒海色になる。水浴びなどの後にそのすり付けを行うため、水浴び直後は、特に濃く、ほとんど黒に近い。詐欺類が、飛翔時に首を折り曲げるのに対し、時は首を伸ばしたまま飛ぶ。また、黒時などとは異なり、飛翔時に、足の先が、お歯から出ない。啓蒙筋腐より、 非繁殖期の白い姿とは別に、繁殖期の姿を、セイクロトキの名で描いている。時は、繁殖期の前、1月下旬頃から粉末状の物質を分泌し、これを水浴びの後などに体にすりつけ、自ら繁殖羽の黒色に着色する。着色は2月下旬から3月中旬頃に完了するが、こすりつける行動は8月に入る頃まで続けられる。 それをやめると、羽の色も次第に元の白色に戻る。このような時の灰色の変色方法は、極めて珍しく、これまでに確認されていた灰色変化のいずれとも異なる。この原理が解明されるのは20世紀も後半に、入ってからのことであり、詳細については未だにわかっていないことも多い。時の灰色には、白色のものと灰色のものがあること自体は、 古くから知られていた。江戸時代後期の啓蒙金布では、時の横に、聖黒時の名で、繁殖期の背面が黒い姿を描いている。1835年にテミンクによって学名が付されたが、その後1872年にデビットによって中国で見られた灰色の時が、別種のアイビスシネンシスと命名されている。デビットは、 その5年後の1877年に ME オースタレとの協調の中でオースタレの見解に従って灰色型の時は編集であるとしアイビス日本バリエーションシネンシスと改めたがいずれにせよ19世紀後半から20世紀半ばまでは白色型と灰色型が存在するという見方が主流であった1920年にはハータートにより 中国新霊や朝鮮半島、日本の時が白色型で、ロシアの薄利地方の時が灰色型との学説が提唱され、ラ・タウチェ、黒田朝礼水野香る山品吉丸なども同様の報告を出した。時の灰色が変わるという説は、佐藤春男が1957年に発表した、仮説、内田康夫の1970年の研究などが、 発表されるに至って、ようやく学会から認められるようになった。実は1891年に、エムベレゾフスキーによって繁殖バネの変色であるという説が、すでに発表されていたが、それまでは注目されることもなかったようである。テミンク、シュレーゲルの、日本動物史に描かれているとき、下に薄くアイビス日本と記されている。過去には、 繁殖期の灰色の個体が別種、変種とみなされたこともあったが、現在では亜種などはなく、日本、中国、朝鮮半島、ロシアのいずれの時も完全に同一の種と考えられている。日本にいた時と中国の時のミトコンドリア DMA の差は0.06%程度であり、亜種と言えるほどではなく個体間の変異程度にとどまる。 時のミトコンドリア DNA には今のところ5つの系統が確認されており、日本で最後まで生き残っていた金、緑、青、赤、服、ノリはタイプ1、中国で生き残っていた時の子孫であるヨーヨー、ヤンヤン、メイメイはタイプ2である。しかし、日本にも以前はタイプ2の個体がいたこと、さらに別の系統の存在も判明している。学名。 日本には日本、日本には日本の俗名と、種称名は共に、ローマ字表記の日本に由来するが、最初からそのように命名されたわけではない。シーボルトが1828年にオランダへ送った標本により、テミンクが1835年アイビス日本と命名し、シュレーゲルも論文執筆の際にはそれを用いた。しかし1852年に、 ライヒエンバッハが、ニッポニア・テミンキーと全く新しい学名を命名した。学名の命名は選手権の原則により最初に付けられた方が有効となるので、ライヒエンバッハの命名は種の名称としては無効だが、族の命名としては親族を提唱したとみなされ得る。ライヒエンバッハの俗名とテミンクの種称名を合わせた、ニッポニア・ニッポンは、1871年に、 グレーによって初めて用いられた。1922年には日本鳥学会の日本鳥類目録で採用されたこともあり、現在ではこの学名が一般に用いられるようになった。時カの多種と同じくくちばしの触覚が発達しており、それを湿地、田んぼなどの霊中に差し込み、土壌、沢ニカエル、昆虫などを捕食する。稀にだが、 植物質のものを口にすることもある。鳴き声は、ターー、ウワー、カッカ、などカラスに似た、濁った声で、おの蘭山の、本像項目形貌によると、群れて鳴くと非常にうるさかったようである。この花声のような鳴き声については、秋田県にある民話が伝わっている。詐欺は首を曲げて飛ぶが、時の場合は、コウノトリや鶴と同様に首を伸ばしたまま飛ぶ。羽ばたき方は、 詐欺よりもやや小刻みで直線的に飛行する。時を得意的に宿主としている谷に、時ウ毛谷がおり、日本における時の野生絶滅とともに、環境省版レッドリストにて野生絶滅と評価された後、中国由来の時からは見つからず2020年4月に絶滅したことが研究発表された。この谷も宿主同様一族一種であり、 トガのレベルで独立した種であるという説もある。なお、このダニは、吸血性ではなく、羽毛くずを餌とするようである。成熟は2歳であるが、初産例は、多くが3歳である。寿命は、オスメスともに15歳頃とされる。天敵は、天、カラス、猛禽類とされる。また、衝突、墜落等の事故による死亡が、死因のうち実に20%を占める。 日本においては流暢だったが、ユーラシア大陸東部では、かつて広域の渡り、集団が存在したと考えられている。繁殖期以外は数話から十数話程度の群を作って行動しする。繁殖期には、都外カ単独で行動する。栄装地は、人里離れた、静かな山間合いである。放乱中は特に警戒心が強い。 繁殖中はより敏感であり、危険を感じるとヒナや卵を放棄することもある。一方、縄張り性は強くなく、防衛行動もほとんど観察されない。こうしたことも、集団繁殖性が強く、個体数が多かった時代には、まとまって繁殖行動を行っていた可能性を示唆している。幼鳥の頃に、親鳥とはぐれるなどした個体はよく人になれ、菌などは、 すでで捕獲されたほどである。1月下旬頃から退職の変化が起こり、3月中旬頃からペアの巣作りや技交尾が行われる。日本では松や小ならなど、中国ではクヌギやバビショウなどの木に直径60センチメートルほどの巣を作り、4月上旬頃に3個から4個の炭性緑色の卵を産む。放卵は死有交代で、期間は 1> 約1ヶ月。4月上旬頃に3から4個程度散乱する。放乱期間は約28日で5月上旬頃から孵化する。40から50日間の育数期間を経て6月中下旬に巣立つ。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書 I に掲載されている。時の故障時は日本では古くから知られていた。 文献等で確認できる日本における時の故障は、下記の通りで和名称が成立した10世紀中期までに、時という読みが生じている。古代から近世まで森立のカトリーフに描かれている時々の肉は、古くから食用とされ、本調食感にも美味と記されている。しかし、味はうまいのだが生臭いとあり、決して日常的に食されていたのではなく、 冷え症の薬や産後の需要としてのものであったとされる。時汁として豆腐あるいはネギ、ごぼう、里芋と一緒に鍋で煮るなどされていたようである。しかし生臭い上に肉に含まれる色素が汁に溶出して赤くなりまた赤い油が表面に浮くため明かりの下では気味が悪くてとても食べられなかったため闇お汁と呼ばれた。また羽は すかり、ミたちなどの工芸品や、羽棒凍器、要求の矢羽布団、カツオ漁の疑似餌などに用いられていた。なお、時は田畑を踏み荒らす外朝であった。江戸時代において、あまりに時が多く困っていたため、江戸幕府に時駆除の申請を出した地域もあったほどで、ある。戦術の通り、1735年頃の文献では、北海道南部、東北、北陸、 中国地方に分布していた。明治に入り、日本で肉食の習慣が広まり、また経済活動の活発化により、軍民問わず羽もの、需要が急増したため、肉や羽を取る目的で乱獲されるようになった。明治中期以降、狩猟に対しても様々な規制が行われたが、時は規制、保護対象に含まれなかった。本土絶滅へ、日本では、明治時代以降は、 乱獲、農薬による獲物の減少、山間部の水田の消失などにより、大正時代末期には絶滅したと考えられていた。1926年には、新潟県天山市に、乱獲のため大詐欺等と共に、その後を縦て入りと記され、翌1927年には、佐渡市長が時発見を検証で呼びかけた。 その後、昭和に入って1930年から1932年にかけて、佐渡島で目撃例が報告され、1932年5月には、鴨村の脇集落で、翌1933年には、ニリーボ村のニリーボ山で映像が確認されたことから、1934年12月28日に、天然記念物に指定された。当時はまだ、 佐渡ヶ島全域、能登半島、沖に分布しており、生息数は多くても100羽前後と推定される。第二次世界大戦後は、1950年を最後に、沖諸島に生息していた時の消息は途絶え、佐渡での生息数も24羽と激減していたことから、1952年3月29日に、特別天然記念物に指定され、1954年には、 佐渡で1956年とその翌年には石川県で近両区が設定された。しかし近両区には指定されたものの生息地周辺での開発などは制限されなかった。時の減少の一因として農薬による体の汚染や餌の減少が挙げられる。1960年代に死亡した時の体内から有機水銀や有機塩素が確認されている。 一方、餓死した個体は確認されていない。日本で化学農薬が使用されるようになったのは1950年代以降であり、その頃にはすでに20%パほどにまで個体数を減らしていた。1953年に佐渡での生息数は12羽に半減し、これは農薬が広く使用されるようになった時期と一致するが、累積的濃縮による中毒とは考えにくい。 民間の佐渡時合誤解や愛好家の手でも小規模な保護活動が行われるようになったが、1958年には11話にまで減少した。1959年には天敵となる天が人為導入された。1971年には能登半島で捕獲されたノリが死亡し、佐渡島以外では絶滅した。こうした。 激減の中で、個体群密度の減少により、アリー効果が起こり、近親交配が繰り返されるようになったことが、産卵の失敗や、負荷率の低さに影響したことも指摘されている。全和保護、野生絶滅へ1965年、幼鳥庭を保護したことから、人工飼育が試みられるが、翌年、数が死亡。解剖の結果、体内から、 有機水銀が大量に検出されたため、安全な餌を供給できる保護センターの建設が進められる。1967年時保護センター開設。服と1967年に保護された、広文野ミ三馬がセンターに移された。翌1968年、時子を保護。1970年には、のとの最後の一話、ノリを保護し、 トキ保護センターに移送する。金がメス、ノリがオスだったことや、盛んに巣作りを行っていたことから、繁殖に期待が持たれたが、1971年にノリが死亡。人工飼育下のトキは、金一羽となった。2、死亡1968年に NHK がトキの栄装地である、黒竜山上空にヘリコプターを飛ばし空撮を行ったが、 1969年に、時が、国龍山の栄像地を放棄し人里近い両津市へ移動したのは、そのためだという指摘があるが定かではない。1981年1月11日から1月23日にかけて、佐渡島に残された最後の野生の時後はすべてが、捕獲され、佐渡時保護センターにおいて人工飼育下に移された。これにより、 日本の時は野生絶滅したとされる。なお、この時点に至るまでまだ中国での時再発見はされていなかったため、日本の時が生き残ってる世界最後の時であると思われており、地球上から絶滅寸前な時のニュースは日本のメディアで大きな扱いで報じられていた。同年5月に中国で時が再発見されている。 飼育下での繁殖の取り組み中国からの増与または、供与包丁時または野生化時を、保護野生復帰ステーションからの一室一話を含む、野生化時の保護一話、中国からの供与には1993年4月1日に、国内気象野生動植物種となり、同年11月26日に、保護増殖事業計画が定められた。 1999年9月15日に、鳥獣保護及び狩猟に関する法律により、保護繁殖を特に図る必要がある鳥獣に指定され、2003年4月15日に、鳥獣保護及び狩猟に関する法律を全部、改正した鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により、気象鳥獣に指定される。1981年に捕獲され、 サド時保護センターにおいて人工飼育下に移された時は足輪の色から赤、白、緑、黄色、青と命名された。この時点において1981年以前に捕獲された時のうち生き残っていたのは金のみであり、日本産時はわずか6羽、内ち押す個体は緑の1羽のみとなっていた。また年内のうちに赤、黄色が死亡。 その後、人工繁殖が試みられ、白と緑のカップリングに成功したものの、産卵時に卵が卵管に詰まり、白が死亡したため、繁殖には失敗している。1995年に緑が死亡し、2003年10月と0日朝には、金の死亡が確認され、日本産の時はすべて死亡した。なお、中国産と日本産の際は、 個体間程度のものにとどまるため、中国産の時は外来種ではない。また、昭和初期の佐渡島や韓国には、現在日本で繁殖、包丁が進められている中国産時と同じ、ミトコンドリア DNA のハプロタイプが、タイプ2に当たる個体がいたことも判明しており、日本と大陸の間でも遺伝的交流があったと見られる。緑や、 金の組織は冷凍保存されており、この2羽の皮膚細胞から人工多能性幹細胞を作り、日本産の遺伝子を受け継ぐ個体を復活させる取り組みを国立環境研究所が2012年から開始している。日本産時と中国産時の間の人工繁殖の試みとしては、まず1985年、中国産時のオス個体、ホアホアと、 金との間の繁殖が試みられている。これは1989年まで4期にわたって行われたが成功していない。続いて、1990年には緑を中国に移し、3期にわたって北京動物園で飼育されていたメス個体、ヤオヤオとの間の繁殖が試みられたが、これも失敗に終わっている。中国産時同士の人工繁殖の試みは、 1994年9月、オス、個体、ロンロンと、メス個体、フォンフォンが中国から佐渡に移され、ペアリングが行われた。しかし、同年12月、ロンロンが休止したため、人工繁殖を中止し、1995年6月に、フォンフォンは中国に返還された。さらに、 これと前後し1995年4月に緑が死亡したため数年間にわたって日本で飼育されている時は金のみとなり人工繁殖は不可能になった。人工繁殖の成功1998年中華人民共和国の江沢民国家主席が来日し第125代天皇に中国産時の違いを贈呈することを表明した。 翌1999年1月11日、天皇に贈呈された時を、新潟県新井菩村佐渡時保護センターで飼育することが発表され、同月30日に、オス個体、ヨーヨーとメス個体、ヤミヤンが来日した。日本に贈呈されたのは、このヨーヨーとヤミヤンが初めてで、現在でもこの2羽のみである。ヨーヨーと、 ヤンヤンの他にサンバが日本に送られているが、いずれも中国から供与されているもので、その個体と日本の個体との間に生まれた子供は、半数を中国に移送することになっている。1999年5月21日には、ヨーヨーとヤンヤンに間に、オスのヒナが誕生した。環境庁は、同年六月一日に、全国の小学生を対象に名前を公募し、 7月2日に1万1000通以上の応募結果を踏まえ、悠々に決定したと発表した。これが日本初の人工繁殖例であった。2000年、日本における人工繁殖の成功を受け、悠々のペアリング相手として、メス個体、メイメイを中国から供与された。ヨーヨー、ヤニヤンの都会からは、同2000年に2羽と、あやい。 2001年にサンバのヒナが誕生している。2002年からは、ヨーヨーとヤンヤン、ユーユーとメーメーのツガイを中心に人工繁殖が続けられ、この年から翌2003年にはさらにその子孫のペアで人工繁殖が行われていたほか、2004年には自然育数にも成功している。以後、ツガイが増えたこともあり、順調に人工飼育数は増加している。 なお、環境省は2001年以降は、時の個体数増加に伴い、固有の名称による管理を廃止している。番号は、2004年時点の足輪番号ヨー,ヨー、ヤンヤンは中華人民共和国より寄贈。メイメイは、同国より共与シンシンとナンバー23は、翌2005年以降、それぞれ別の個体と、ペアになっている。 飼育数の増加に伴いドリインフルエンザなどの感染症が発生した場合に一度に全てが死亡することを避けるため環境省により時の分散飼育が計画されこれに対して新潟県長岡市島根県出雲市石川県が受け入れ先として立候補それぞれ時赤の近隣種を導入して飼育繁殖の訓練を行った2007年12月に四話が 多摩動物公園に移送され非公開の下で分散飼育が開始された。その後も2010年1月に石川動物園で2011年1月に出雲市とき分散飼育センターで2011年10月に長岡市とき分散飼育センターでそれぞれ分散飼育が開始された。2007年4月11日 中華人民共和国の恩加宝首相が来日し、安倍晋三首相と会談した際、中国側がさらに庭の時を供与することで合意し、同日、日本の環境省と中国国家林業局は覚書を交わした。同年11月に中国から火曜と一水が供与された。再導入の取り組み2008年から佐渡島で、種の再導入が進められ、 2018年10月までに327話が包丁された。生物の多様性に関する条約に締結では再導入による野生復帰は締結国の責務の一つである。また、国際自然保護連合も種の保存委員会を設置し、その中の再導入専門家グループが1995年に再導入に関するガイドラインを策定していた。 こうした時の飼育や繁殖は野生の時を日本に復活させることを最終目標としており、2007年6月末から、潤化刑事での野生復帰訓練が始められ、第1回として2008年9月25日に、佐渡市省佐渡山地の最六地域にて10羽が試験、包丁された。この包丁により1981年の全長捕獲以来、27年ぶりに、 日本の空に、時が待ったことになる。包丁された時には、個体識別番号が付されており、翼のアニマルマーカーや、足のカラーリング、金属足輪などで個体を識別できるようになっている。うち6羽には、GPS 発信機も付けられている。山林の間に見えるのが、野生復帰ステーション、潤化刑事佐渡ヶ島で包丁された時、時色に透ける翼や、 飛行時に首を伸ばすこと、足がおはより飛び出ないことなどが特徴。背中には GPS 発信機が見える。2009年以降も包丁は続けられたが、第1回の試験包丁の際、1羽ずつを小箱に入れて、包丁したためにパニックを起こして、散り散りになったことを踏まえ、包丁場所に設置された仮設ケージで、約1ヶ月間に20羽を飼育し、 包丁時は刑事を解放して、時が自然に出ていくのを待つ、ソフトリリース方式を取るようになっている。本来ならば2010年から、春の包丁も行われる予定であったが、2010年3月10日に、佐渡時飼育センターの純化刑事が、天に襲われ、9羽が死亡する事故が発生した。天の対策工事が終わるまで延期されることになり、2011年、 以降は春と秋の年2回実施するようになっている。また、2012年1月には、猛禽類による負傷で2羽が相次いで保護されている。これらの包丁はすべて佐渡島で行われたものであるが、包丁後に数羽が佐渡島から離れ、新潟県の本州側や、長野、富山、石川、福井、山形、秋田、宮城、福島の各県にも飛来している。 佐渡市の地元住民の多くは、時の野生復帰に肯定的であるが、反対派や、どちらとも言えないとしている住民も少なからずいる。理由として、高齢化が進む農村においては、農作業に必要な除草剤、殺虫剤の使用が制限されること、稲が踏まれて荒らされることなどが挙げられており、これは反対派だけでなく、賛成派からも懸念されている。 2012年4月22日、放丁された個体同士の繁殖による卵の負荷が確認され、野生化で36年ぶりの時誕生となった。2012年以降は、巣立ちが確認され、2014年には、再導入後初めて野生化で成熟した個体ができるようになり、2015年以降も野生化で成熟した個体数は増加している。 翌23日には同じガイの卵からさらに2羽が孵化していたことが判明した。その後確認されたヒナも含めると3組のガイから軽葉っぱのヒナが孵化している。2012年に野生下で生まれた個体も2014年に繁殖に成功した。環境省レッドリストの見直しと今後の方針2019年1月に発表された。 環境省レッドリスト2019では、時のカテゴリを、野生絶滅から一段階下の、絶滅危具合 A 類へ見直した。これは、包丁の結果、野生絶滅の状況を満たさない状況が5年、継続した、と評価されたためである。2020年時点で、野生化で、足は管理されているのは、すべて、ヤンヤン、ヨーヨー、メイメイの子孫である。そのため、 血縁線誘導は依然として、死祖三馬に大きく偏っており、今後も、海洋一水の子孫を多く包丁していく方針である。2025年のロードマップ策定にあたり、検討されている、今後の目標は、下記の通りとし、具体的な目標は引き続き検討するものの、当面の目標は、下記の通り。再発見と保護。 人工繁殖かつては中国においても時は非常に広い範囲に生息していたが20世紀前半に個体数が激減し1964年間縮小後見岩門口での目撃報告を最後に見られなくなったこのため中国科学院動物研究所が絶滅の最終確認として生息数調査を行ったところ1981年5月に 先生小養犬の養野孔と金屋川で野生の時7羽を発見した。この7羽は、新霊1号時個体群と呼称され、養犬林業局に保護グループが設立された。また、成長に津外系4羽と養鳥3羽で小さな個体群を構成していたこともあり、生息域内保全と生息域外保全との両立が必要であるという研究者間の共通認識から、 保全が強力に推進されてきた。時の生息地では農業や狩猟に厳しい規制が課せられた。また1981年には、洋や溝から衰弱した幼鳥一羽が北京動物園に送られたのを機に人工飼育が開始された。1986年に、同動,動物園は時使用繁殖センターを設立し、1989年には、 世界初の人工繁殖に成功して人工増殖個体群が誕生した。1990年には、時救護使用センターが設立され、野生下で傷病した個体の収容、救護が行われるようになった。1981年から1993年までは、野生時の個体数は横ばいだったが、1994年、移行急速に増加し、 2004年以降は、毎年100羽以上が誕生して、巣立つようになった。北京動物園が確立した時の人工繁殖技術は、中国国家発明賞の二等賞を受賞した。時の繁殖地は、洋県、西豪県、白方県の三県にまたがり、行動範囲はさらに、南庭県、仏坪県、ツトム県、略陽県、赤仙県、寒中士官大工にも及ぶ。 人工飼育の拠点としては、北京動物園のほか、先生時救護使用センターと先生小賃、木野生動物救護飼育研究センターがある。時保護区と課題2001年に、先生小人民政府により、37,549ヘクタールにも及ぶ、先生小時自然保護区が設立された。2003年に、先生省は、 国家旧自然保護区に昇格させるよう中華人民、共和国国務員に対する上申を行い、2005年に正式に認められ、先制官中時国家旧自然保護区となった。同保護区は、要県と白型県にまたがり、大半が海抜500から1000メートルの丘陵地帯である。中国の保護区は、人の往来を制限するものであるが、 先生間中時国家級自然保護区においては、約7万7千人が居住し、その95%が農業に従事しているが、平均所得は極めて低い水準にある。野生時及び生息地の保護により、2009年末時点で野生化時は760羽に達した。時の個体数増加により、活動範囲は観光とその支流にまで広がったが、 観光上流には工場地帯が立地しており、時の体内に蓄積される化学汚染が懸念される一方、岸辺と内陸部の所得格差の解消という社会的問題点があるため、共生には課題が多い。保護区内の農民には農薬、化学肥料の制限が課せられるとともに保障が行われているが、保障額に対する不満と、 個体数増加に伴う冷凍域拡大による保証総額の増加を抱え、その財源確保は容易ではない。再導入の取り組み中国では前日の通り、野生時が順調に回復した。2004年以降、包丁が行われ、従来の生息地への再導入が試みられている。時の再導入計画が進行している地域は、次の通り。牛浦沼かつては、 朝鮮半島にも多数の時が生息したとされ、20世紀初頭には数千羽を超える大群が観察されたこともある。また山品吉丸によると、1936年の時点では、京城の動物園でも飼育されていたが、他の鳥と一緒にされ、来園者からもほとんど注目されていなかったという。捕獲記録は、今泉吉貞による1937年。 環境南道観光のものが最後で、その後は1965年、1966年、1978年と3例の観察記録があるのみ、朝鮮半島では絶滅したものと考えられている。2008年8月25日、中国の古今東国家主席が韓国に時を一つが、遺貴増することを表明し、同年10月中旬に、 空路で移送された。これに備えて、京商南道省内軍に牛浦裏沼時復元センターが建設された。2008年に寄贈された時は、幼衆、竜通るの私有2013年に寄贈された時は、白石、金水のオス2羽である。この4羽を軸に、人工繁殖が行われ、さらに2017年以降は、各地での分散飼育により鳥インフルエンザ等の、 リスクに備えた。2019年、牛浦沼で40羽の包丁が行われた。ロシアでは、アムール川、ウスリー川流域やハンカ湖、イマン湖、深海湖、ウラジオストク周辺などで見られたが、19世紀後半から個体数が減少し始めた。1949年のハバロフスク、1962年のハンカ湖、 1963年のハサコにおける観察記録を最後に姿が見られなくなった。秋田県大館市には以下のような話が伝わっている。諸国を回っていたサジンゴロウという男がおり、大館の地に神社を建てることになった。その途中、腹が減ったので地元の農民に握り飯をこうたものの、お前のような下手くそな大工にはやれねえと断られて、 しまったため、怒って、杉の屑材で鳥をかたどり、それに田畑を荒らさせた。その鳥が時であるが、彼は、怒りのために花を開けるのを忘れてしまい、そのため鳴き声が花声になってしまった。秋田県では他にも、だを用いる漢容句が多数伝えられている。また、新潟県に伝わる、鳥追い歌では、スズメやサギと並んで、時が、一番憎き鳥として挙げられている。 近年の時を題材にした作品として、小説では、芥川賞候補、三島賞候補となった、安倍和恵、ニッポニアニッポンや、篠田節子の、神鳥がある。ニッポニアニッポンは、時の殺害を計画する少年を描いたもので、神鳥は名毛な時が人間を襲い喰らう、ホラー小説である。音楽作品では、吉松隆の管弦楽曲、時に寄せる愛花や、 佐田まさし、夢の鉄収録、前夜、鈴木輝明の女性合唱とピアノのための組曲、時などが挙げられる。日本以外では、日本の統治下にあった朝鮮半島において、独立を願って、時と題した動揺が制作された。1960年発行、第12回国際鳥類保護会議記念切手。ありがとうございます。